特に生きがいもなく生きているのがしんどいです。ただ知らないことの中に生きがいになり得るものがあるかもしれないということだけが光ってます。リュウキさんは何を生きがいに生きてますか生きがいなんてありません。なぜなら毎日が楽しいから。まず生きがいとかがあると思ってるのが間違いで、別に生きがいはなくていいんですよ。ただ、漫画読んでて面白いでいいんですよね。最近僕、スティールボールランのおがしごいたんですよ、ようやく。僕の知り合いの死んだ魚を見してる性格の悪いデブのおっさんが、スティールボールランの 巻だけ家に置いてたんですよ僕、一巻だけ読んでて、その先読みたいなと思ってたのに、そいつ買わねえんですよ、先を。結果として別のところで漫画を読んだんですけど、なんか最後まで読んで、あ、面白かったとって思ったっていう感じで。で、なんかまあ、普通に漫画って読んでると面白いじゃないですか。別にまあ、ネットリックスとかのアニメとかでも映画とかでもいいんですけど、見てると面白いよねっていうのがあれば、それ見てればいいと思うんですよね。んで、飯食って美味しいとかがあれば、じゃあ美味しいもの食えばいいし。なので、なんか、人生の生きがい動向とか置いといて、これやったら楽しいとか、これなんか幸せとか、なんかここで 触ると楽しいとかっていうのがあればいいんじゃないかなと思いますけど彼氏彼女とかパートナーがいると,割と分かりやすいんですけど人間の脳って結構頭が悪くて自分が好きである対象を触るとオキシトシンというホルモンが出て幸せに感じる っていう能力が、能力というかそういう構造になってるんですよ。なので、母親とかが自分の赤ちゃんとか触ってると、赤ちゃんを撫でてて、赤ちゃんが喜んでるかのように見せかけて、実は自分の中でオキシトシンがドバドバ出てて、自分自身が気持ちよくなってるっていうのがあるんですよ。猫大好きな人が猫飼ってて、猫撫でてる時も実はそれで、なので猫ゴロゴロさせて、猫を喜ばせてるように見えてるんですけど、実は猫触ってる自分超気持ちいいっていう状態にもなってるんですよ。っていう感じで、自分の脳内のホルモンを出して自分気持ち 気持ちよくするっていうのを割とうまく使うと他人のためにやってるように自分幸せになるっていうの達すんですよねなので漫画とか映画とか知能を使ってやることで幸せになるタイプの人ですけどなんかモフモフした生き物を触るっていうのでも気持ちいいっていうのもあったりするんですよ動物ペットとか赤ちゃんとかでの論文はあるんですけどここから想像なんですけど多分ねフィギュア好きの人とか人形好きの人とかも多分そのフィギュア触ってる時になんかオキシトシン的なもの出てると思うんですよねきっとの寝ぐるみ大好きっていう人も っていうのでも触るとこれ好きとかこれ楽しいとか人をダメにするソファーとかでもいいですけど多分そういうものも触ってるだけでそれなりに幸せになるんじゃないかなと思うんですけど手に何持ってるのっていうのであのビールのキャップなんですけど僕は手先に何か持って触ってるのが結構好きなんですよね。っていうのもあったりするのでまあそんな感じでなんか自分が幸せになるものっていうのをあのちょっとずつ見つけてみるとライナスの毛布とかもそうですねなのでそんな感じで幸せになるものを探すといいんじゃないかなと思います。<music>